ダンクシュート、それはたった2点のシュート。日本では過度なパフォーマンスとも呼ばれ、試合中に果敢にダンクに向かうプレイヤーは多くはいませんでした。しかしそのたった2点のプレーは、他のどのプレーにも変えることのできない大きな影響を持つことを、我々はある男の存在によって知ることになります。越中の国から生まれた若きダンカーは、日本のバスケはつまらない、そのレッテルを剥がし、黒い雲に覆われた日本のコートに空を作りました。